好，各位午安。接下来就是继续咯。上次就中间其实我有练一下功。我上一次实况的时候大概才40几出头，这次的话我练到50多左右。其实这里还蛮好练的，如果这里如果真的要练功的话，练到60级都不是问题哦，我觉得。但是呢，也不想花太多时间在练功上面，我们就好就过剧情吧。那个阿帕朵要死，那个要塞，我们接下来要去打这边的 BOSS。好，前进哦。哇，999哎！啊，这游戏御敌率真不是普通的高。哦，分身。
音乐呢？こんなところに隠れやがって。お前もこれで終わりだぜ。お前、レジスタンスのゴミどもが、オストラコン様の忠実なしもべばしたが、お前たちを地獄へと導いてくれる。不然你每次讲话都差不多哎。好，开打！先把小兵清掉，再清 boss， 比较保险，要不然被围殴很麻烦。还有这些，还有这些小兵的移动力都不太高。嘿嘿，我回来，我阵地力之变。
耶、yeah, 打赢了还蛮简单的私を倒したくらいでいい気になるなよお前たちは姉妹オストラコン様は新しい力を手に入れられたのだ恐ろしい力だ真の恐怖はあの方だけで与えられる新しい力だシニリアシムシニリア好马上去跟之前帮我们开门的火方人员会合見事バシタを倒されましたなまあ当然だろうなところでカルシアルこれからのことだな心得ております。すぐにもザーマ攻略の準備に取り掛かりましょう。コスロー殿はキルデールの町へ向かってください。知らせでは町を占拠した魔軍にタップ爺さんが捕らわれたとか。タップ爺さんが。分かった。早速向かうとしよう。ザーマ攻略の件はよろしく頼んだぞ。承知。聞いた通りだ。俺たちはこれからキルデールの町へ向かおう。点距离耶也有人哦呦我吃这么大
嗯，王子被抓住了。嗯，又好像。哦，新武器，耶，可以换了。哦，啊，速度减很多呢。啊，没办法，为了攻击力早认了。好，接下来是防具的部分。啊，拜！180防御的那一个先不要，太贵了，太贵了。好，记录一下。7个小时，接下来往北方，什么城？我放的位置在这，大概在这啊，那是右边那个吧。我在这里。喂，
为什么敌人的行动力都那么高啦？烦呢、欸！
ホスラー殿。無事だったのか、カルシャル。ついにザーマの砦を突破しましたな。残るはエルバードを占拠するオストラゴンの本体のみ。石膏を差し向けたところ、町の住人をはじめ敵の姿がまるで見当たらないのです。なるほど。オストラゴンの野郎、よっぽど俺たちをおびき出したいらしい。今度は何を企んでるのかしら。ここまで来たんだ。何があるにせよ行ってみるしかない。よし、話は決まった。カルシュアル、念のためお前たちはここで待機していてくれ。仕方ありませんな。承知いたしました。くれぐれも気をつけてください。刚刚有三那个这个地方有三个门没有进去，想进去看看有什么东西。嗯，都牢房嘛。有宝箱，往东北方走。哦，往南才对。本当に誰もいないようね。確かフラワルドの屋敷に来いって話だったわよね。見え見えの罠に決まってるわ。ここまで来といて引き下がれるか。何があろうと行くしかねえ。
动。アトルちゃん、何あれ。あの野郎、悪魔に魂を売り渡したって噂は本当だったのか。貴様に切り落とされたこの腕が夜ごとすすり泣くのだ。貴様たちを苦しめ抜いて殺せとな。見るがいい。これが何だかわかるか。ハスラム、なんだって。こいつを生かすも殺すも貴様たち次第というわけだ。苦しいか。貴様たちにとって仲間のこんな姿を見るのは最も耐えられぬことだろうが、何が望みだ。貴様たちの命と言いたいところだが、ここは一つ貴様たちに魔王ガルシア様のために働いてもらうことにした。やろう。どういうことだ。元よりガルシア様の目的はエルバードなどという人間どものちっぽけな国にはない。貴様たちは不思議に思ったことがないのか。ドゥルグワント城で魔軍が大勝して以来、なぜエルバードをいつまでも攻め落とさずにいたか。聞き捨てならないわね。まるでその気になればいつでもエルバードを落とせたみたいじゃない。バカ。当たり前だ。そんなこともわからないからむやみに兵士の命を浪費する。なんですって。ハルナ、能書きはいい。さっさと望みを言え。このイシュバーンに残る古代神の伝説は貴様たちも知っている。その力の象徴であるアベスタ、今もダードワの森奥深くに眠っている。そしてその秘密は貴様たちが助け出したダードワの酋長だけが知っているのだ。アベスタを探し出してこい。アスランは。オスタラコ、アベスタと引き換えにこのクロス衣装はくれてやる。ミスラミクルの砦で待つ。長くは待たるぞ。
啊，王子兵被抓走了。旧东西。好，今天就到这边为止齁，今天比较早一点，主要是因为那个森林我有点忘记怎么去了，我可能要查一下怎么去，下次玩我可能先查一下，然后在下次的实况的时候我再去那个森林过去取这样子。好，就先这样子啦，拜拜。